愛ゆたかさん、アンケートありがとうございます。はい。ニーズの引き出しに時間を割き。多分ニーズの引き出しというか、多分これじゃないですか。顧客との関係に時間を割くっていう。まあそれは多分、時間が必要ですから、なんかいきなりプロポーズして、なんか街中で会っていきなりプロポーズして、今日その場で婚姻届け、 なかなか出せないじゃないですか。デート必要なので。そこはやっぱ時間ある程度ね、スピード婚つっても、まあ、ちょっと時間ある必要じゃないですか。ま一、あ、週間、どうなんですかね一週間でスピード婚した人いるのかなまた、あ、多分一日は無理ですよね。多分。あその場であってその場で市役所行くのは無理だと思うんで。<laughs> そこは時間は必要だと思いますね。それ以外は、うーん、あの、バンバンやっちゃえばいいんじゃないかなと思いますけどね。 うんまあ、あとはね、まあ僕のやり方としては、その、僕一番効率よくやってるんですよ。これ脳編集でバンバンやってるんですけど、僕の中ではこれが一番効率が良いと思ってます。要は、1対1というか、まあこれひろゆきさんも言ってたんですけど、ひろゆきさんもライブ放送してね、ライブ放送すると、そのライブした後にも勝手にアップロードされるんですよ。あれって。 だから逆に言うと、ひろゆきさんの方が一番効率がいいと思うんですけど、僕の場合は一応、ノー編集でやるけど、ファイルができるんですよね。で、そのファイルをアップロードするっていう手間があるんですよ。でも、ライブ放送だとボタンを押してね、ライブして、喋って、終了したら勝手にアップロードされるっていうね。多分一番効率よくないですかだからその、YouTuber は、その、このアウトプットする、そのなんか、出すときに、この1の動画を出すのに、3とか4とか5とか作業がかかってるから、 めちゃめちゃそれ大変だよね、みたいな。うん。俺、いちいちだし、みたいな。で、僕もまあ、近いですね。な、脳編集でやってるんで。うん。な、まあ、一番効率いいのは何かって僕も考えたわけですよね。まあ、僕はこれが一番効率良かったですね。脳編集で。脳編集で、一撮りですねで。無修正一撮りが一番効率が良かったです。多分、これ以上の効率が良い,いものがあるのかって言われると、 多分無理だと思いますよ。おそらく <laughs>。編集めっちゃ時間かかりますからね。やっぱやればやるほど。うーん。まあ、あとやっぱ、あとブログを書く。まあ、僕毎日今ブログ書いてますけど、一年も半以上か続きましたけど、やっぱね、ブログ時間かかるんで、かうーん。まあ、書くのが得意。書く、喋るのがよりって書くのがいいよっていう人でも、 最終的な効率ですかね。最終的な効率を考えたときにうーん、僕は動画でワントークのがいいと思いますけどね。まあそれはお任せしますけどね。うんまあ効率って書いてあったんで。僕が一番効率がいい、楽な方を突き詰めてこの結果になったんで。年取ってから動画編集したくないですもん。 年取ってからファイナルカットにね、100本とか PV、あの V 入れて切って、はぁみたいな。60、70になってもやりたくないですね。<laughs> 無理す。で、テロっぽく入れるとか、ね、BGM 入れるとかね。まあ、めちゃめちゃね、やっぱ編集が好きだよっていうことだったらまた別次元になってくると思うんですけど、やりたくないですね、僕はね。うん、はい、まあ。ということで、プレゼントの方ね、えー、しっかりと使っていただいてアウトプットしてください。 ありがとうございました。